人、そう、本当に特殊鉄人、特殊鉄人が、はい、面白いですよね。多分金銀3枚捨てても竜と、まあ、どっちか取れば得なわけですからね。そうですよね、まあ、だから金とかあげてもいいですね。いいです。それはちょっと難しそうね。そうなんですよね、やっぱ駒の価値変動がすごいですから、ね。